ジンは韓国出身の歌手、シンガーソングライター。韓国の男性アイドルグループ BTS の最年長メンバーである。本名はキム・ソクジン。1992年12月4日、大韓民国系起動香川市に生まれる。両親がお金持ちで、父が社長。中学時代、韓国の総合エンターテインメント会社。 SM エンターテインメントにスカウトされ、一時、審査合格の知らせが来るも、詐欺だと思って断った。高校1年生の頃の夢は、新聞記者だったが、高校2年生の頃に見た、ドラマ、全徳女王での木村無ギルの演技に感動し、役者を目指すようになった。後に、倍率210倍の建国、大学校映画芸術学部に入学した。ある日の通学中、 ビッグヒットエンターテイメントからのスカウトを受け、オーディションを受けることになる。後に研修生として入所し、2013年6月13日、BTS としてデビューした。デビュー当時のジン2016年10月10日に、発売された韓国でのセカンドスタジオアルバム、Wings に収録された初のソロ曲、Awake の制作に携わった。この曲は、ガオンチャートで31位。 ビルボードワールドデジタルシングルチャートで6位を獲得した。2016年12月サウンドクラウドでクリスマスバージョンのアウェイクをリリースした。2018年8月24日2曲目となるソロ曲エピファニーは4ッパッケージアルバムラブユーアセルフケツアンサーに収録された。この曲はガオンチャートで30位ビルボードワールド デジタルシングルチャートで4位を獲得した。音楽評論家のパクヒア氏は、この曲を、ラブ・ユア・セルフ・ケツ・アンサーのソロトラックの中で最も感傷的な感情を歌う曲であると評価した。2016年、KBS 第2テレビジョンで放送された時代劇、過労の挿入歌である、死んでも君だよを、ハンソン役で出演した部位と共に担当した。この挿入歌は、 ガオンチャートのデジタルダウンロード部門で週間18位を記録し、12月2日には第9回メロンミュージックアワーズでベスト OST にノミネートされた。また、ユング・クックと菅と共にソファーラウェイを新たなバージョンとしてリリースした。2015年5月7日に RAD のマム、同年12月3日にメイトの I Love You。 2018年6月7日にユンドゥヒョンのインフロント・オブ・ザ・ポスト・オフィス・イン・オータムをそれぞれサウンド・クラウドでリリースした。ジンはミュージック・バンクや SBS 人気歌謡などの韓国の音楽番組の司会者として出演した経験がある。2019年6月4日、デビューの記念日を祝うイベント 2019BTS フェスタの一環としてソロ曲トゥナイトをリリースした。 アコースティックバラードはビッグヒットエンターテイメントのレコードプロデューサーであるスロー、ラビットとヒスノイズと共に作曲した。作詞は BTS のリーダーである RM が担当した。身長179センチメートル、体重61キログラム、血液型大型。モモンガのオムギ、オデン、クンムルを飼っていた。BTS の最年長でビジュアルとボーカルを担当。 音域はテノールでギターを弾ける。司会進行が得意で、菅と共に MC ラインと呼ばれる。韓国の音楽評論家であるキム・ヨンデ氏は2019年に書いた著書 BTS ザ・レビューの中で、彼の声は安定した呼吸と強いファルセットを持っていると述べ、ジンの歌声をシルバーボイスと称賛した。コリアタイムスの本、え、民主は、ジンの歌声について、 優しく、悲しく、そして自由な精神を持っていると評価し、ジンのソロ曲である、エピファニーの、目立つ要素であると述べた外見からビルボード受賞式に、登壇した際に、あの左から3番目の男は誰だと話題になり、左から3番目の男が、ツイッターのトレンドに上がった。その後、様々な大のインタビューで、その件に言及され、自らを、ワールドワイドハンサムと呼び始め、 この異名がついた。デビュー当時はクールに決めていたが、現在では、親父ギャグや投げキスを連発する気さくな性格である。プロデューサーのパンシヒョクは、ジンの性格について、メンバーみんな性格が変わったが、長兄であるジンは、性格が変わらなかった。とてもとても常識的だ。メンバーが基準線の外に出ていかないようにしてくれている。と評価している。2018年、 ギャラップが発表した世論調査では韓国の有名なアイドルランキングで11位にランクインした。2020年12月1日、韓国国会は BTS などのポップスターが兵役義務を30歳まで延期可能とする法案を可決したため、ジンは兵役を延長した。2018年、自身の誕生日である12月4日に韓国動物福祉協会へ 資料や毛布などの物資を同じく韓国の動物保護団体であるからに3 2 1ラムの食料を寄付した。2019年5月31日、国連児童基金に寄付した金額が10億本を突破し、高額寄付者の集まり、ユニセフ・オナーズクラブに加入したことが発表された。二千十八年五月から毎月一定の金額を寄付しており、周囲に 寄付の事実を明かしていなかったが、良い影響力は分かち合うほど大きくなるという趣旨に共感して、オナーズクラブへの加入を公表した。2017年。ありがとうございます。